数量限定のチルタイムフレンズのサインペンを紹介していきたいと思います。皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのはペンテルのサインペンから数量限定でチルタイムフレンズのデザインのサインペンが登場したので紹介していきたいと思います。通常のサインペンと違ってですね、お値段が150円プラス税となっていまして、通常のサインペンの定価が確か100円ほどだったと思いますので、それより少し割高になっています。カラーラインナップはですね、6色展開となっておりまして、デザインがそれぞれ異なっていますので順番に見ていきたいと思います。まず黒についてはハリネズミデザインが施されています。アップで見ますとこんな感じですね。続いて青についてはポップコーンデザイン、水色は牛乳と食パン、黄色がですねニコちゃん、ピンクがドーナツと食べかけのドーナツ、赤がタコさんウインナーですね。1匹だけ違うやつがいます。それではノートを使って色見本を作っていきたいと思います。まずは黒、青、水色、黄色、ピンク、最後は赤。はい、こんな感じで書くことができました。こちらをスクショなどをしていただければと思います。ペンの太さはですね 0.8 ミリとなっておりまして、通常のボールペンなどと比べますと若干太めになっています。書き味に関してはロングセラー水性ペンということで、少しキュッキュッとなる感じがあるんですけども、非常にバランスの取れた製品となっています。それぞれアップで見てみますとですね、黄色が若干薄めな印象がありまして、赤も少しだけ薄めな色になっています。それと裏抜けについてなんですけども、こんな感じでですね、裏抜けについては全くしていなくて、裏写りもしていないですね。はい、ということでこの動画は以上になります。ペンテルのサインペンチルタイムフレンズをレビューしてみたんですけども、こちらの6種類のデザインの中ですね、好きなデザインがこちらのタコさんウインナー柄ですね。ペン自体のカラーに関してはこちらの黒が好きなんですけども、デザインといたしましてはこちらの赤のデザインが好きですね。店頭で販売している場所も割と赤が品薄になっていましたので、気になる方はお近くの文房具店に行った際に探してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。